どうも、一応です。はい、レコードキーパーですね。やっていきたいと思います。はい、今回もですね、はい、フェスガチャ引いていきたいと思います。こちらですね、第3弾でございます。はい、ちょっとね、実装されてからだいぶ時間経ったんですけども、ミスリルね、250到達まで、はい、頑張ってちょっと貯めてきましたね。はい、で、狙いに関してはですね、セフィロスですよ、やっぱり。うん、セフィロスのは、なんだろうね、こう、思い入れのあるキャラってわけじゃないんだけど、なぜかこいつ装備そこそこ揃ってるんですよ。そこそこね。はい、なので、じゃあクリスタルちょっとね、狙っていこうかなというふうに思ってますし、闇物理に関してはもうほとんどね、闇物理のボスがほとんどセフィロス、に対応してくるみたいな感じなんで、やっぱセフィロスが強くないと闇物理はちょっと厳しいのかなというところで強化したいとは思ってますし、あとアーシェもね、狙ってないんだけど、そこそこ装備持ってます。なのでね、ちょっとクリスタル欲しいですね。はい、で持ってラグナ、ラグナに関してはあんまり持ってないけど、チェーン役で使っていきたいっていうところもあるんで、クリスタルね、ちょっと欲しいなっていうのもありますし、リュックね、リュックも水物理で使うだろうから、クリスタルね、あればいいなっていうところで、そしてアクセルだよね。アクセルこれちょっと使ってみたいよね。セフィロスのアクセルと、クリスタルね、ちょっと使ってみたいから、この辺もね、引いておきたいところではあります。アーシェも同様ですね。いまいちアクセルのなんだろう効果ってのがよくわからないんだけど、どうなんですかね。やっぱこれは強いわな。セフィロスは4段階限界突破4、レベル4アップだからね、これは強いよね。はいはいはい、ここはアクセルは4つ入ってるから、どれか引ければいいなって感じですけど、はい、アーシェのオバフロジンギもあればよし。で、これデュアルか。アーシェデュアル持ってたような気がしたけど、これ多分新しく実装されたのか、か、もしくは D-2、これ D-2 だよね、多分ね。それが再販になったのが、新しく実装されたのか、ちょっとわかんないけど、D-2 持ってるから、無理して、これ、飛行とは思わない。来たらラッキーぐらいですかね。戦技、なるほど。で、リュックのレジェンドマテリアね。ちょっと、あればいいんだろうけどね。あればいいんだろうけど、できれば回避したいところではあるかな。はい、ミスリルが254個しかないから、最大で55連ですね。できればサクッと撤退して第5弾のクラウドの再販も行きたいなとは思ってるんですが、ちょっとやってみましょう。はい、このパターンでさ、サクッとやってサクッと終わったことないからね。いいや、行きましょう。はい、共通スタンプがここまで来てるね。あと55連だから1、2、3、4、5、ここまでは来るけど、これは厳しいかもな。ちょっと厳しいかもしれない。いいや、行きましょう。はい、もうね、パパッと引いちゃった方がね、タップしちゃった方がさ、意外といいの引けたりするんですよね。真心込めてね。真心込めてタップを。わあ、いいですね。複数個。今回は割とこう複数個に恵まれてますね。ありがたいです。いきます。スキップ。はい。おー、いいね。さあ、セフィロス、アーシェ、この辺り来てくれよ。おい、剣。これはアーシェだ。どっちかな？ちょっとちゃんと見てなかったからわかんないけど。ああ
ここかぶらせてくるか。これオバフロ審議かな。オバフロ審議。はい、ありがとうございます。いやちょっと嬉しいは嬉しかったけど、まあちょっとだよね、これね。まあオバフロ審議でもいいんですけど、できれば違うとこ行ってほしかったですね、これね。たったさって、たったっていうか、あのね、未所持、全部未所持でここかぶってくるっていう。まあこれがね、レコードキーパーですよね。1個目の装備をかぶらせてくるという、このいいですね、楽しいですね。いきましょう。さあどうだ、2個。いやー、複数個はありがたいんだけど、できればかぶらないで来てほしい。いきます。さあ1個か。あーってことはこれデュアルかな。あー、じゃあセフィロス、これはどっちだどっちだどっちだ。クリスタル、いやーもうこれ一番前のやつだから当たりでしょうね。アーシェディ角2つ目ありがとうございます。これは当たりでしょう。うん、いいね。はい、ありがとうございます。まあ究極神技も持ってますんで、セフィロスは。だから究極神技とクリスタル神技、これのね、なんだろう、重ね掛けでもうこれだけでも十分強いとは思うんですが、アクセルちょっと使ってみたいよね。アクセル使ってみたいな。まあアーシェのアクセルでもいいですけど。さあどんどんミスリルなくなっていきます。どんどんなくなってきてるよ。さあどうかな。おい、あ、いいね、いいね。2個ずつ、2個ずつ来てるよ。あ、また1個か。また1個。でも、セフィロスの、なんでしょう、これ。おい、いやいやいや、もううまい具合にこう、なんとか、かぶらないで来てもらってますが。おい。かぶらないで来てもらってますが、戦技。まあ、まあ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 って感じですけども。まあいいんじゃないですかね。この、ま、重式まとった後にまたすぐね、これ行動できるっていうのが、まあまあいいですよね。でリュックのクリスタル神技。リュックはシンクロでなんだっけ、クリティカル率とか上げたりするからな。これ打つ暇あればいいんだけど。まあ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 。まあ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 いいでしょう。どうしよう。あと残り100個しかない。アーシェ引きたいな。アーシェ。100個しかない。クラウド諦めるかな。もう結構ね、イベントとかも結構やっちゃってんだよね。まあ最悪ミスリルのかけら使ってもいいですけど、ミスリルのかけらちょっと推しキャラの時に使いたいんだよね。まあいくか。まあこの11連でちょっと様子見って感じかな。さあアーシェ引きたいな。アーシェアクセルでもクリスタルでもどっちでもいいから引きたいね。1個、いや1個でいいんだよ。1個でいいから、これお望みの商品であってほしい。いきます。ダメか。D だ。よくないね今回は。まあよくないっていうか、まあいいんだけどね、いい引きなんだけどね、いい引きなんだけど、なんか納得できるような引きじゃないっていうか。まあでもかぶってくるよなこれだけ。なんだろうね、引いてくるとさ。もう一回いくか、最後だけど。これがね、フェス最後の引きになるか、はたまたもう11連いけるかどうか、ちょっとわかりませんけども。いきます。
セフィロス、アーシェ両方欲しいんだけど、もう贅沢言ってられないからどっちかでいい。せめてアーシェ、ね、あの引きたいね。D だけじゃなくて、D は持ってるからさ、1個。はい、スキップいきます。とりあえず止まってくれ。モグ来てくれ、モグ。あー来ない。あー最後の最後でこれ引いたな。これはいいかなって言ったやつ。まあ、やっぱある程度のところで妥協するってのはやっぱ大事だよね。まあ、つくづくそう思いますけども。ねえ。最後、22連がちょっと、まあ、結果論ですけど、余計な、ね、ミスリルの消費だったかなっていう気はします。はい。まあ、しゃあないね。楽しかったから、いいんじゃないでしょうか。はい。で、ですね、とりあえずもうミスリルが残り4つしかなくなっちゃって、イベントももうほとんどやってミスリル回収しちゃった状態なので、ちょっと厳しいんじゃないかなっていう気はしてます。第5弾が14日までなのか、14日、まあ約1週間ですね。1週間で50は厳しいよね。でもね、あと11で回すとなんかシンクロもらえそうな感じなんだけど、シンクロでも無理して取りに行くか、大したものもらえないような気もするけど、でもまあちょっとね、なんだろう、かゆいところになんか手が届かないみたいなキャラクターを強化するにはまあいいんだよね、このシンクロの交換とかさ。いいんだけど、ちょっと待ってくれ。お正月カタログギフト、あれ、こんなの、ちょっと待って、こんなのも来てたな。そういえば完全に忘れてたけど、これってなんだ、ごめんなさい、ちょっとお時間ある方だけね、お付き合いしていただければ嬉しいんですが、あー、なるほど、はいはいはい、まあ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 、こういうのがあると、ねー、カイト、かけらはね、ミスリルのかけら結構貯めてるんですよ。これ最大まで交換すると何個だこれ、あー51個。まあ11連1回はいけるか、11連1回はいけます。で、あとはなんだっけ、なんかあったよね、イベントでさ、これか、これ僕このなんだろう、回数がこれ回復するっていうの分かんなくて、いつも見たくまたなんかチケット制なのかなってずっと思ってたんですよ。なんか違うみたいだよね。それ気づいたのつい何日、何日前だ ?2 日3日前なのかな。だからさ、これ40個届くかなっていう、ちょっと不安だよね。まあ無理かもしれないけど、まあもらえるだけちょっともらっときたいなとは思ってますけどもね。はい。まあそれでなんだろう、11連もう一回引くっていうのもありかなとは思ってます。はい。まあということでですね、もし11連、1回分のミスリル溜まりましたら、もう一回撮影ねするかもしれません。はい。まあそれと合わせてあれかな、なんか無料チケットのガチャもやっていこっかな。これってさ、これって10枚、11枚以上ってなんか来んのかな、なんかイベントをこなして。どうなんだろう、これがマックスなのかな。これマックスだったらまあ引いちゃってもいいけど、まあとりあえず最終日までね、フェス最終日14日まで待ちますか。14日日曜日なので、うん、まあ午後でも撮影できますんでね。よし、じゃあそんな感じで今回はここまでにしておきたいと思います。ご視聴ご清聴ありがとうございました。